ピーテル・パウル・ルーベンス、ピーテル・パウル・ルーベンス、1577年6月28日から1640年5月30日は、バロック期のフランドルの画家、外交官、祭壇画、肖像画、風景画、神話画やグルイ画も含む、歴史画など、様々なジャンルの絵画作品を残した。日本語では、ペーテル・パウル・リューベンス、ピーテル・パウル・リューベンスなどと表記する場合もある。 ルーベンスは、アントウェルペンで大規模な工房を経営し、生み出された作品は、ヨーロッパ中の貴族階級や収集家間でも高く、評価されていた。またルーベンスは、画家としてだけではなく、古典的知識を持つ、人文主義学者、美術品収集家でもあり、さらに7カ国語を話し、外交官としても活躍して、スペイン語をフェリペ4世と、イングランドをチールズ1世から、 ナイト社会を受けている。ルーベンスは、ヤン・ルーベンスと、妻・マリアとの間に、ドイツのジーゲンで生まれた。トーヤンは、プロテスタントのカルバン主義者の法律家で、1568年に、マリアと共に、スペイン領、ネーデルラン総督アルバコウ、フェルナンドのプロテスタント迫害のために、アントウェルペンからケルンへと逃れてきた夫婦だった。 ヤンは、オランダ総督オラニエコウイレム一世の二度目の日、アンナの法律顧問さには、愛人となり、1570年に、ジーゲンのアンナの宮廷へと今を移している。アンナの愛人であることが発覚して投獄されていた、ヤンだったが後に釈放され、1577年に、マリアとの間に、ルーベンスが生まれた。その後1578年に、ヤン一家は、ケルンへと戻ったが、 1587年にヤンは死去している。父親の死後、一家は故郷のアントウェルペンへ戻った。アントウェルペンでカトリック教徒として成長したルーベンスの作品からはその宗教的影響を確認することができる。後年のルーベンスはカトリックの改革運動である対抗宗教改革の影響を受けた海外様式の主導者となっている。ルーベンスは アントウェルペンで人文主義教育を受け、ラテン語と古典文学を学んだ。1590年、生活に困窮していたマリアは、13歳のルーベンスを、フィリップ・ホン・ラレング・ハクミジ人のマルレー・テドリーニュの下へ故障に出した。ここで、芸術的素養を見込まれたルーベンスは、アントウェルペンの画家組合、セールカ・ギルドへの入会を認められ、見習いとして、アントウェルペン生まれの芸術家に、 弟子入りし、その後引き続いて、当時のアントウェルペンの主要な画家だった、アダム・ファン・ノールトとに指示した。ルーベンスの芸術家としての最初期の修行は、先人たちの作品の模倣、模写だった。手本となったのは、ルネサンス期のドイツ人芸術家、ハンス・ホルバインの基本画、ルネサンス期のイタリア人画家、ラファエロの作品を原画とした、イタリア人版画家、マルカントニオ・ライモンディの同版画などである。 ルーベンスは1598年に修行を終え、一人前の芸術家として、芸術家ギルドのセール家組合の一員となった。1600年、古代と近代の巨匠の作品を現地で学ぶことを目的として、ルーベンスは推薦状を携えて、イタリアへと向かった。最初に訪れたのは、ベネツィアで、ティッツィアーノ、ベロネーゼ、ティントレッドラの絵画を目にしている。その後マントへ向かい、 マントバ公ヴビンチェンツを一斉、コンザーガの宮廷に迎えられた。ベロネーゼとティントレットの色彩感覚と作品構成は、当時のルーベンスの作品に即座に影響を与え、後年になって演熟期を迎えた、ルーベンスの作品にはティツィアーノからの大きな影響が見れる。マントバ校からの金銭的援助を受けたルーベンスは、モンタルトス気境への推薦状を手2601年に、 フィレンツェを経由して、ローマを訪れた。ローマでは古代ギリシア、古代ローマの芸術作品に触れ、イタリア人芸術家たちの作品の模写に努めている。特に、ヘレニズム様式の彫刻、ラオコーン像や、イタリアルネサンスの巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロの作品がルーベンスに大きな影響を与えた。また、当時のローマ画壇で最先端だったがカカラバジョの、 作品が持つ高度な自然主義表現にも影響を受けた。後にカラバジョノの,の複製画を制作したほか、マントバ港からの依頼を受けて、現在はパリのルーブル美術館が所蔵するカラバジョノの,の買い付けも手配した。また、アントウェルペンのドミニコ会修道院による、現在はウィーンの美術史美術館が所蔵するカラバジョノ、ロザリオの聖母の購入にも協力している。ルーベンスは、 このローマ滞在時にサンタクローチェインジェルサレンメ聖堂からの来で最初の祭壇がヒジリエレナと聖十字架を完成させている。ルーベンスは1603年にマントバ港からスペイン王フェリペ3世への贈答品を携えた外交官としてスペインを訪れた。ルーベンスはこのスペイン滞在中に先代のスペイン王フェリペ2世が収集したラファイロと ティツヤーノの膨大な作品群を目にしている。このスペイン滞在中に、フェリペ三世の重臣、デルマ公フランシスコ・ゴメスでサンドバルイ・イロハスを描いた、デルマ公騎画像には、ティツヤーノの傑作などの作品からの影響が見られる。このスペイン訪問が、その後ルーベンスが果たしていく外交官としての最初の役目だった。ルーベンスは1604年にイタリアへと帰還し、 その後の4年間で、マントバ、ジェノーバ、ローマを転々とした。ルーベンスは、この時期に、ブリジーダ・スピノ・ラドリア公爵夫人などの肖像画を、数制作しており、マリア・ディアントーニオ・セ・ラ・バルダ・ダビチーニを描いた、肖像画は、後世の画家アンソニー・バン・ライク、ジョシュア・レーノルズ、トマス・ゲインズ・バラらの作品にも影響を与えた。1606年から1608年にかけては、 ほとんどの時期をローマで過ごした。この時にルーベンスが肖像画を描いたマリア・パンラビチーニの兄にあたる数奇教、ヤコポセッタの尽力もあって当時ローマで新築された教会、キエーザヌ・オーバサンタ・マリアイン・バリチェッタ聖堂の主祭壇画制作という重要な依頼を受けている。この祭壇画にはイニシエのローマ教皇グレゴリウス一世とローマにちなむ聖人たちが 天使が掲げる聖母子の肖像を見つめている場面が描かれている。祭壇画の最初のバージョンは現在グルノーブルの美術館が所蔵する一枚のキャンバスに描かれたものだったが間もなく三枚の石板に書き直したものに置き換えられた。現在もキエーザ・ヌオーバに安置されているサンタマリア・イン・バリチェラで起こったと言われる奇跡を描いたこの祭壇画は 重要な祝祭日にのみ同性のカバーが外されて、一般に公けされている。イタリアでの経験は、その後も、ルーベンスの作品に影響を与え続けた。後年になって、イタリアを離れてからも、イタリアの知人たちと多くの書簡を交わしており、イタリア名の、ピエトロ・パウロ・ルーベンスとして署名し、イタリアへ戻ることを強く望んでいることを書き綴っているが、ルーベンスのイタリア期間が叶うことはなかった。 1608年に母マリアが病に倒れたことを聞いたルーベンスはイタリアを離れてアントウェルペンへと戻ることを決めた。しかしながらマリアはルーベンスがアントウェルペンに戻る前に死去して待った。母の病以外にルーベンスがアントウェルペンへと戻った理由の一つとして当時ネーデルラント諸州とスペインとの間で勃発していた80年戦争が1609年4月の 停戦協定がもたらされたことが挙げられる。この停戦協定によって、当時のアントウェル・ペンは、新たな流星を見せ始めていたのである。1609年9月にルーベンスは、スペイン領ネーデルラント君主のオーストリア大公、アルブレヒト7世と大公妃で、スペイン王女のイサベルの宮廷画家に迎えられた。当時アルブレヒト7世の宮廷が置かれていた。 ブルッセルではなく、アントウェルペンに工房を設置することを特別に許可されたルーベンスは、宮廷からの作品制作依頼だけではなく、他の顧客からの制作依頼も受けていた。1633年に大公妃イサベルが死去するまで、ルーベンスとイサベルの信頼関係は深く、ルーベンスは画家としてのみならず、特使や外交官の役割もこなすようになっていた。 ルーベンスは1609年10月3日にアントウェルペンの有力者ヤンブラントの娘と結婚している。1610年にルーベンスは自身がデザインした新居に移り住んだ。現在では博物館として使われているアントウェルペン中心部に位置するこのルーベンスの家はイタリア風の建築様式で建てられた宅ビルダーで工房も併設されていた。弟子と共に 幾多の絵画作品を制作する場所であると同時に、当時のアントウェルペンで最高級の私的美術品、収蔵場所であり、同じく最高級の蔵書を誇る、私的図書室でもあった。当時のルーベンスは、多くの弟子と助手を抱えていた。ルーベンスの工房出身者で、最も有名な芸術家になったのは、後年イングランドの宮廷画家となる、若き日のアンソニー・バンダイクである。ルーベンスの工房で、 すぐに頭角を表したバンダイクは、フランドルの肖像画家の第一人者となり、死のルーベンスと共同で絵画制作にあたることもよくあった。ルーベンスは、当時のアントウェルペンで活動していた他の画家とも共同制作をすることがあり、動物画を得意としたフランスス・ナイデルスや、自身の親友で花を得意としたヤンブリューゲルラとの作品が現存している。 アントウェルペンの聖母マリア大聖堂のキリスト・ノボルカ1610年キリスト公家・降下1611年から1614年のような祭壇画はイタリアからの帰還して間もないルーベンスがフランドルにおいても画家として第一人者であるという評価を確立するのに特に重要な役割を果たした例えばキリスト・ノるかはティントレットの,の構成とミケランジェロの躍動感あふれ 人体表現をルーベンス独自の作風で融合させた絵画となっており、バロック奇襲教画の最高峰として高く評価されている作品である。ルーベンスは絵画以外に版画や書物の装丁も手掛けた。特に友人でもあったバルタザール・モレトゥスが経営していた出版社から発行された版画がルーベンスの技量をヨーロッパ各地に広めることに貢献した。 一体の美しい同版画を例外として、ルーベンスは死体を描くだけで、版画制作自体はのような専門家に任せていた。ルーベンスは、当時を代表する版画家、ヘンドリック・ホルテウスの下で修行した版画家を多く雇い入れている。また、ルーベンスは、自身が関係した版画に関する版権を確立しており、特に版画の複製が大量に行われていたホラントで、 複製版画の横行を抑制することに成功した。ルーベンスは後に、イングランド、フランス、スペインでも自身の作品に対する反権を認めさせる、子に成功している。1621年に、フランス王大合マリード・メディシスが、パリのリュクサンブール宮殿の装飾用に、自身の生涯と前、 フランス王で1610年に死去したオットアン・リオン星の生涯とを記念する連作絵画二組の生をルーベンスに依頼した。この依頼でルーベンスが描いたのが現在ルーブル美術館が所蔵する24点の絵画からなるマリー・ド・メディシスの生涯で一組目の連作が完成したのは1625年のことだった。ルーベンスはもう一組の連作の制作を開始していたが、 こちらは、最終的に未完のままに終わっている。1630年に、マリード・メデシスは、息子のフランス王イ十三世によって追放され、幼少期のルーベンスが暮らしていた、ケルンの邸宅で1642年に死去した。1621年にネーデルラントとスペインとの12年間の、休戦期が終わると、スペインハプスブルク家の君主たちはルーベンスを、外交的任務に徴用し始めた。 1624年にフランスの大使がブリュッセルから送った書簡にはスペイン王女イサベル・クララ・エウヘニアを刺すの命によってルーベンスがポーランド王子の肖像画を描きに来ているとされている。この書簡に書かれているポーランド王子ブワディスワフ4世がイサベルの詩的な品格としてブリュッセルを訪れたのは1624年9月2日のことだった。 1627年から1630年にかけての期間がルーベンスの外交的活動が最も激しかった時期である。ルーベンスはスペインとネーデルラントに平和をもたらすためにスペインとイングランドの王宮を何度も往復した。さらにルーベンスは画家、外交官僚法の役割を担ってネーデルラント北部を何度か訪れており各地の宮廷で品格として偶されている。 ルーベンスが爵位を与えられたのも、この時期で1624年にスペイン王フェリペ4世から1630年にイングランド王チャールズ1世からそれぞれナイト爵を授かった。また、1629年にはケンブリッジ大学から美術修士号を授与されている。ルーベンスは1628年から1629年にかけての8ヶ月間マドリードに滞在し、 外交官としての職務だけでなく、スペイン王フェリペ4世らの依頼に応じて、重要な絵画作品を制作した。イタリア時代にも目にしていた、スペイン王宮が所蔵していた、キツヤーノの作品に改めて触れ、アダムとイブなど、キツヤーノの作品の模写を多く描いている。また、ルーベンスは、フェリペ4世の宮廷画家として、マドリード王宮にいたディエゴ・ベラスケスと信仰を持ち、翌年に二人で、 イタリアへと旅行する計画を立てた。しかしながらルーベンスはアントウェルペンに帰還することを余儀なくされ、結局ベラスケスは一人でイタリアを訪れている。マドリードからアントウェルペンへ戻ったルーベンスだったが、すぐに別の任務を与えられてイングランドへと赴き、1630年4月までロンドンに滞在した。 このロンドン滞在中に描いた重要な作品が、平和と戦争の具六1629年、ナショナルギャラリー、ロンドンである。平和を希求するルーベンスの強い思いが描かれた、この作品は、イングランドをチャールズ一世に贈られた。諸国の収集家や貴族階級間でのルーベンスの国際的な名声は、ますます高くなっていったが、ルーベンスとその工房では、 アントウェルペンの講演者からの絵画注文もこなし続けていた。このような作品として、聖母マリア大聖堂の聖母飛翔天1625年から1626年などを恒例として挙げることができる。ルーベンスは最晩年にあたる10年間をアントウェルペンとその近隣で過ごしている。イングランドのホワイトホール宮殿の建築家イニゴージョーンズが設計した。 バンケティングハウスの天下制作など外国からの注文は依然として多く、これらの仕事に忙殺されていたが、ルーベンスは自身の芸術の新境地を開きたいと考えていた。最初の妻イザベラが死去した4年後の1630年に、当時53歳だったルーベンスは16歳のエレーヌ・フールマンと再婚した。エレーヌをモデルとした肉感的な女性像を、ビーナスの共演。 1635年頃、美術史美術館、ウィーン、サン・ビシン、1635年頃、プラド美術館、マドリード、パリスの審判、1639年頃、プラド美術館、マドリードなど、以降のルーベンスの作品に多く見ることができる。スペイン王宮からの依頼で描かれた、パリスの審判では、エレーヌは、ローマ神話の美神ヴィーナスとして枯れている。 ルーベンスが詩的に描いたエレーヌの肖像、毛皮をまとったエレーヌ・フールマン、通称小さな毛皮は、のような古代イギリシア彫刻に見られる、恥じらいのビーナスポーズで描かれている。1635年にルーベンスはアントウェルペン郊外に土地を購入し、ここのステーン城、またはルーベンスの城、と呼ばれる邸宅で最晩年のほとんどを過ごしている。この場所で描かれた、 風景画に、ステーエン上の風景、1636年頃、ナショナルギャラリー、ロンドン、畑から戻る、農夫、1637年頃、ピッテ美術館、フィレンツェなどがある。また、フランドルの祝祭、1630年頃、ルーブル美術館、パリのような、ピーテル・ブリューゲルが得意とした、フランドルの伝統的な風俗画も描いている。 慢性の痛風を患っていたルーベンスは心不全で1640年5月30日に死去し、アントウェルペンの聖アーコップ教会に埋葬された。ルーベンスが残した死女は8人おり、そのうち3人がイザベラ、5人がエレーヌとの間に生まれた子供で、最年少の子供はルーベンス死去時に生後8ヶ月の乳児だった。1615年から1625年にかけて、 ルーベンスが受ける制作注文の量は単独で裁くことのできる範疇を超えたものとなっていた。このため、ルーベンスは黄金の工房と呼ばれる工房を組織して殺到す注文の処理に当たった。1621年にこの工房を訪れた夫、シュペルリングはその様子について、窓のない広い部屋で数人の若い画家がルーベンスがチョークで描いたデッサンに色をつけ、 最終的な仕上げをルーベンスが行っていたと改装している。こうして工房で出来上がった絵画がルーベンスの作品として世に送られていた。絵画の価格はルーベンスが関与した割合に応じて決定され、誰がどの部分を制作したかという記録は工房の大帳に明記された。このように制作された作品の中には署名のみルーベンスが行ったもも存在している。 黄金の工房での制作に携わった弟子としては、ヤン・ウィル・デン、パウル・デ・ホス、フランス・スナイデルス、アンソニー・バンダイク、ヤーコブ・ヨルダンスらが知られている。ルーベンスは多作の芸術家だった。顧客からの依頼で描いた作品の多くは、宗教的題材の歴史画であり、神話や狩料の場面が描かれているものもあった。また、自身や近親者などの肖像が、 さらに晩年には、風景画も描いている。その他には、タペストリや、版画のデザイン、式典の装飾なども手掛けている。現存するルーベンスの死体は極めて力強い筆致で描かれているが、それほど精密なものではなく、死体を描く際に、インクやパステルではなく、油彩を使用することが多かった。また、絵画作品の支持体に板を使用し続けた最後の、 著名な画家の一人で特に遠距離を運搬する必要がある作品であれば大規模な作品であっても板を指示体として使う場合が多かった。祭壇画であれば経年変化などの問題を最小限にするために指示体に石板を採用することもあった。ルーベンスは肉感的でふくよかな女性を作品に描くことを好んだ。後世になってルーベンスが描いたような主体の女性を ルーベンス風あるいは、ルーベンスの絵のようにふくよかなと呼ぶことがあり、現代オランダ語では、このような女性を意味するという言葉が日常的に使用されている。西洋美術の歴史においてジャンソンは、ルーベンスはデューラーが100年前に着手した南北、ヨーロッパの美術上の障壁を取り除くことに成功したと同時に、フランドルにおける美術が、 ルーベンスの圧倒的な存在感の影に隠れてしまうこととなったと評している。フランダースの犬において主人公のネロが見たがっていたアントウェルペンダイ聖堂の絵画であるキリスト・ノボルカとキリスト・コウの作者はルーベンスでネロが祈りを捧げていたアントウェルペンダイ聖堂のマリアもルーベンスが描いた聖母秘書展である。2002年7月10日に サザビーズで開催されたオークションで新たにルーベンスの新作であると鑑定された幼児虐殺が4950万ポンドで落札された。落札したのはカナダの第2代トムソン・オブ・フリーと男爵ケネスロイ・トムソンでオールドマスターの作品についた値段としては当時の最高額であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。